小林選手、お話伺いましょう。見事な勝ち越しタイムリーでした。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。小林さん、7回でした。同点に追いついた直後、ワンアウトランナー2塁1塁で迎えたあの場面です。どんな心境で迎えた打席でしたか？そうですね、いつもだったら代打送られるんですけど、打席に立てたんで、まあ来た球を打とうと思いました。今年は去年とはまた一味違うぞという小林選手のバッティング見せられたんじゃないですか？そうですね、打てたことはすごく嬉しいですけど、吉川大輝がすごく走ってくれて感謝してます。そしてジャイアンツファンの皆さん、小林選手は昨日2安打、2打数2安打、今日も2打数2安打、今シーズン10割です。自分でもびっくりしてるんですけど、まあ、練習通り、自信を持って打席に立ちたいなと思います。さあ、この伝統の一戦、3連戦、明日3戦目ですが、リード面、そしてバッティング、改めてファンにメッセージをいただけますか？必ず勝ち越したいと思ってるんで、リードの方では、不甲斐ないんで、また反省して明日頑張りたいなと思います。また素晴らしいプレーぜひ見せてください。まず小林選手の話伺いました。さあ、続きまして沢村投手です。沢村さん、お帰りなさい。ご無沙汰してます。沢村選手にとっては昨シーズン1軍の登板ありませんでした。戻ってきましたね。はい、はい、これからも頑張ります。はい、今日は勝利を呼び込む、まさに7回をピシャリというのはこのことですね。いや、まあ、たまたまそうなっただけで、また明日もそういうふうにできるように、準備してやりたいと思います。当然沢村さんご自身もそのおつもりだと思いますが、今シーズン新たな勝利の方程式、欠かせない存在ですね。そうなれるように、はい、頑張りたいと思います。これからチームが苦しい時、そして連投もあるかと思います。今後に向けたピッチング、改めて聞かせてください。まだ始まったばかりですけど、1試合1試合しっかり準備して、全力を尽くしたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ナイスピッチングでした。沢村投手でした。さあ、そして岡本選手、お越しください。岡本さん、今日は4安打5打点の活躍です。沢村さん、猛打賞というのはプロに入って初めてです。初めての猛打賞、しかも4安打、そして特大の一発が出ました。この本拠地東京ドームでは初めてです。実際に岡本さん、ご自身の打った打球、どこまで飛んだか見えましたか？いや、見てませんでした。左中間の上段まで運んでいきました。手応え聞かせてください。そうですね、良かったと思います。オープン戦でも打点を15打点稼ぎました。勝負強さを見せてスタートしたペナントレース、結果出しましたね。そうですね、でもまあ始まったばかりなので、しっかり気を引き締めて頑張ります。今後に向けてファンの皆さんもさらに期待するシーズンになりました。改めてアスリートに向けて一言ください。明日からも勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。岡本選手でした。さあ、そしてジャイアンツファンの皆さん、この方をお呼びいたしましょう。お帰りなさい、上原投手です。ヒーローインタビューを受ける上原投手です。ファンの皆さん、お待たせしました。まず上原さん、ファンの皆さんに一言ご挨拶お願いします。お久しぶりです。この独特の雰囲気、最高潮に盛り上がったあの場面でのまず登板でしたが、いやー、1点差やっぱり痺れますね。山根も抑えたことで良かったです。はい、あのオープン戦でも4万6000人を超える方々が集まって、その期待感を背負って改めてペナントレーススタートして、この場面やってきましたね。まあ、今日はね、本当に阪神巨人戦ということでね、やっぱりお客さんもたくさん入ってたんで、
まあ、その中で抑えることができて本当に良かったです。そういう意味ではまず最初のバッター3球三振からスタート。まあアウト取ればいいです、はい、ということを改めてご自身の中で今シーズンの自分の役割どう捉えていらっしゃいますか。いや、もう便利屋でやります。はい、どこでもやります。ということはもう大車輪の活躍が期待されるわけですが、ただ上原さん、先ほどピシャリと抑えてベンチに戻っていって非常に興奮してチームメイトとタッチを交わしている姿確認できましたよ。まあ、そういうスタイルでやってきてるんで、これはちょっと変えることができないんでね、怪我させないように、はい、そういうハイタッチをしたいと思います。これから上原さんが何度もチームの窮地を救う、そして勝利に導く、そんな登板がこれからもどんどん増えてくると思いますが、楽な展開でお願いします。ファンもまた素晴らしいピッチング期待しますが、このずっとこうヒーローインタビュー待ってくださいましたファンの皆さんに明日以降に向けてのまた一言いただけますか。そうですね、まだ始まったばかりなのでね、これから一つ一つ、勝っていく、その中で貢献できるように頑張ります。また明日よろしくお願いします。見事なピッチング、上原投手でした。放送席どうぞ。